中田翔、龍の未来、抹消、これ、草。ついに来たな、龍の、未来、か。春先以外でいた記憶がない。日本の4番封印とかなめくしすぎやろ。ちょっとラップみたい。立つ波さんさ、ここまでご利用ししてたのになんでや。重りを外した中日。今さら？最後まで使い続けろよ、ここまで来たら。無理やり上げて、打てずに落とす何回繰り返すねん。お前が不必要、中田翔。チュニドラ的にはどうなん？てか代わりにあげるのビシエドじゃなくてブラシタタか、本格的に首か。てかブラケンはフレッシュオールスターの時ひどかったけど大丈夫かよ。今年入ったのはまずかったな、若手育ってきたのに蓋しただけだった。石川なら懲罰やが、中田の場合は単なるリフレッシュなので、この先と丘の間に石川が1回でもゲッツー打てばまたすぐ上がってくるよ。上がるのがブラケンってことは代打要員開示でもビシエドは使わんのやな。割と最近一軍に上がってた気がするけど、どこか悪いんか。中田の打席数を福永と石川に与えてたら5割ぐらいだったろ。これでまた中地と中田が上がってくるのが立浪采配やな。巨人みたくも使わんと言って来年破棄してもらえよ。ご視聴ありがとうございました。